キチャンネル。こんにちは。さあということで、はい、今回も大穴ベストナイン答え合わせセリーグ編ということで、はい、まあ、パリーグ編はね、あの山本由伸だけ当てましたけど、うん、あ、この企画一番ね、今日初めて見たよっていう人のためにちょっと説明しますと、はい、昨年、シーズン前に今までベストナインを1回も取ったことない選手を選んで、誰がベストナインを獲得するかっていう大穴ベストナインっていうね、はい、今年ベストナインを取るであろう、一回も受賞してない人を当てようみたいな、ね、そう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 、そう、うん、企画です。でちなみに今年セリーグでは柳初受賞、はい、マルテ初受賞、うん、村上、近本、塩見、結構いましたね。結構いるね。5人、5人、はい、結構いるね。おー、パリーグと一緒だね、はい、これは当てれるっしょ。今選んだかな。じゃあ見ていきますよ。はい、見ていきましょうか。大穴ベストナインピッチャーは、はい、森下行くと思ったけどね。あ、そうですね。ちなみに森下はね、1票入ってる、うん、1票。いや、防御率は今年いいのよ、うん、でもその援護もあったと思うけど勝ちきれてないんだよね、うん、8勝7敗、防御率 2.98、はい、うん、いいのよ。でも柳11勝6敗防御率 2.20、うん、だからいい戦いできてたと思うけどね、はい、正直、うん、なくはなかったですよね。可能性あった、うん、正直ね、はい、でキャッチャー、はい、梅野龍太郎、うん、時点です29票。あ、前半良かったのよ、うん、まあ、打率は低いけど、うん、得点圏打率高いみたいな、はい、終盤失速です、うん、坂本出てた、はい、そうでしたね。キャッチャーももうね、やっぱ優勝した中村に全部持っていかれちゃったね、うん、そうですね。ダントツでしたっけ。ダントツ266票、うん、約200票差、はい、ところでまだ梅野選手取ったことないんですね。そう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 、うん、あれ、あ、でも来年、今年、これは今年か、うん、今年、いやー、でもちょっと木野拓が里崎賞を取ってるからね。あ、そうだ、うん、そうですね。ちょっと木野拓もあるかもかんだよね、初受賞に向けて。あ、確かに、うん、はい、ちょっとね、うん、どうなるかはまた開幕前だね、はい、キャンプとか見ながらね、またこの機会やりますもんね。そう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 、はい、ファースト、はい、黒、うん、いや、外国人違い3文字違い、あ、マルテ、クロン、どこ行ったんや、クロン、対談したんやないか。キャンプで見た時の、まあ、これ当たらんけど2割ちょろちょろ、ホームラン40発ぐらい打てるんちゃうかと思ったけども、当たらんすぎ、2割3分1厘ホームラン6本、うん、クロン、もっと打つと思ったけどな、42試合マルテだったわ、クロンじゃなかったわ、はい、マルテ選んときゃもう、うん、いけたのに、はい、続いてセカンド、はい、吉川直樹、うん、巨人セカンド山田、6回目、もう山田菊池の、はい、このレベルが高すぎて、うん、もうセカンドはなかなか難しいよね。しばらく多分新しい人取れないんじゃないかっていうぐらいですよ。吉川忖度1票も入ってないよ。でも今年頑張れたんじゃないの、うん、頑張ったと思いますよ、ね、はい、結構2割7分2厘108試合、うん、ね、でもそこそこ頑張って、でもやっぱりちょっとね、山田菊池の、はい、もう漫才コンビみたいけど、はい、山田菊池のツートップが高いから、はい、これはまあね。でもよ、はい、パリーグは浅村の牙城が崩れて、そう、中村翔吾が来たからね、うん、そういったところではチャンスがね。そうで、いつ山田選手、菊池選手がちょっと調子の悪い年が来るかもわからないし、でもそこ2人いるからね。そう、確か2人と思ってた時や、うん、で、まあ、今年のね、パリーグは浅村王国が崩れて、はい、殿崎怪我っていうのがあったからね。そうですね、うん、でもこういうパターンもあるけども、そういうこともある、ちょっと難しかったね、はい、サード、大山、うん、大山、村上選べんかったか、村上選べたろう。いや、そうですよね、うん、いや、なんで選んでなかったんでしょうね、逆に。逆にな、はい、取ってなかったのですもんね、今までね。でも大山も打点はチーム1位だからね、はい、阪神、うん、2割6分ホームラン21本、はい、だ、大山も頑張ってんだよ、うん、でも9月10月3割以上、これ8月の1割9分6厘、あ、6、7、8がちょっと低迷すぎたね。あ、最後頑張ったけどね、うん、いや、惜しかったな、うん、大山忖度1票入ってます。はい、1票もう俺は1票はね、忖度1票って呼んでる、はい、でもあの岡本59票、ダントツだもんね、村上、
選べたな。そうですね、村上選べたね、うん、選べましたね。でも大山もやっぱこの岡本だから大山か村上かどっちかだったんだろうね、うん、そうですね、うん、そこで大山行っちゃったんだね、うん、村上ベストナインファーストとかで取ってなかったの去年。どうなんですか、ね、ほら取ってる。あ、取ってるんだ。そう、あ、じゃあ初受賞はサードで初受賞、うん、サードで初受賞なの。じゃあ選べなかったですね。去年ファーストで取ってんのよ、うん、ベストナイン、うんうん、だから選べなかったんだよ、はい、1回取ってるから。あ、そうだ、だから大山選手になったんですね、うん、じゃあ仕方ないね、はい、それはね、うん、それは仕方ない、はい、俺のせいじゃない、うん、ショート、はい、強打坂本、坂本王国です、はい、でも強打にもね忖度1票入ってくる。あ、そう、可能性あって、はい、でもやっぱベストナインはね、うん、打てなきゃダメだからね、はい、そういった面でも今年の。でも強打も矢沢さんに次ぐ5年連続100安打かな、うん、なんか打ってんだよね。そうなんですね。そうそうそう、2割5分7厘でも2割5分7厘じゃやっぱ3割近く打たないとやっぱベストナイン取れへんよな、うん、打率がね坂本王国がいらっしゃるん で、うん、でしかも中野も来たからね、はい、そういった面でも、まあ、頑張ってるけどちょっとガチョウ熱いね。そうですね、うん、さあ続いてレフト、はい、レフトっていうか外野、レフト、うん、西川、西川は、あ、忖度1票入ってます。1票、うん、だからそこね、うん、西川も頑張ってるからね。でもちょっと鈴木誠也、近本、塩見の牙城が高かったね。はい、で続いてセンター近本、はい、ほら取ってます。あ、イエーイ、あー入りましたね、1人、やっと来た1人、入りました入りました。近本はね、はい、じゃあもう取るんちゃうかと思ったけど、うんうんうん、きっちりね取って、はい、3割1分3厘ホームラン10本50打点24盗塁、うん、初受賞1人、うん、はい、おー、よかったよかったよかった。ゼロ人回避です。はい、ライト、はい、佐藤輝明、惜しかった。あの50何打数ノーヒットがなかったら、はい、一歩間違ったらいけてたよ。いって出ましたね、本当に、うん、佐藤輝明7票入ってるからね、はい、いやあの失速がなければ新人王も取ってたかもしれないし、うん、こういうのに入ってたかもしれないですね。そう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 、うん、惜しかったね、うん、あとね、オースティン、はい、オースティンも惜しかったよ、67票だ。そうそう、時点のとこですよね。そう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 、うん、オースティンもちょっといけるのかななんて思ってましたけどね。やっぱ来日遅れが響いた ね、 そうですね。あれ最初から来てたらよ、うん、ほっとしたらいけてたかもわかんないけども、はい、まあ、これでね、うん、全選手発表だけども、塩見選手も初受賞でしたよね。うーん、選べんな、まあ、選べないですか。いきなりだもん。確かにまあヤクルトが最下位にいたチームでしたしね。そう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 、そういうところで塩見も多分優勝してなかったら選ばれてなかったと思うよ。はい、優勝してなかったら佐野が選ばれてたと思う。うん、そうですね、うん、優勝したから塩見入ってきたからね、うん、そういった意味では1人、まあまあ最低限、うん、だからセパともに、はい、山本と近本で1人ずつ、はい、あ、でも1人いてよかったですね、うんうん、でもまあ惜しかったけどね、佐藤、輝明、オースティン、 あと大山とかね、うん、森下投手もね、惜しかったなかったですしね。パリーグに比べるといい線いってたと思うよ、はい、そうですね、うん、パリーグはもうどう考えても無理やなって思ったけどね、うん、終わってみた時にね、はい、うんうん、セリーグは何気に惜しかったね。まあでももともと壁が高い選手がいるところっていうのは当てにくいですね。二遊間だからもう二遊間と来年からの、はい、だから今年か、うん、二遊間とサードはちょっと山高いね、はい、もうそうですね。サードなんて岡本村上でしょ、はい、岡本村上菊池山田、はい、いや高いね、はい、小道が上本でショートに坂本王国、坂本様がねもういらっしゃいますからね。坂本王国いて今中野が切り込んできてるけど、はい、うん、小園も来てるからね、はい、いやでも中野選手とかちょっと切り崩すにはなんかいいね、うん、存在感発揮しましたね。でも来年ちょっと外野ちゃんと狙べ、鈴木誠也いなくなるから、そうだ、メジャーで枠が開きますね。枠が開くからね。おで塩見も2連連続どうなるか分かんないし、佐藤輝とか佐藤輝あるかも分かんないね、うん、松原とかね、はいはい、うん、ああ来年外野開きますね。開くね、うん、ここでちょっと大穴、うん、狙いたいね、はい、でも結果的にはね、はい、まあ、2人という目標にはね届かなかったですけど、まあ、そうそう、けど、うん、最低限はね、はい、ゼロじゃなかったんでね、はい、だって初受賞から1人選ぶんでね、はい、まあ、皆さんもねどうだったかっていうね、うん、あのまずあとですね、はい、文句言いたい人は今年も開幕前やるんで、はい、一緒にやりましょう。ああ、そうですね、自分もやって、うん、で、どうかの結果を踏まえて文句言われないと、うん、結果なんで文句言われても困るからね。でも別に文句言う人いないじゃないですか。いやー、いんのよ。います多分、はい、だからまあ皆さんもね、はい、だからまあ
ね、うん、今回初めて見たよっていう方はもしね、今年も開幕前にやるんでね、こうやってまあ一緒にやって、はい、また盛り上がっていきたいですよね、うん、そうですね、はい、あとは去年一緒にやった方はね、はい、その結果を踏まえて、うん、私どうでしたよみたいな、ね、答え合わせしていただいて、はい、そうそうそう、うん、はい、ぜひコメント欄に書いていただけたら、はい、2個3個当たりましたよっていう人はね、はい、セバともに知りたいですね、うん、さあということでね、はい、まあ、多くの皆さんがねまた頑張ってね、ぜひ初受賞取ってもらいたいですね、うん、はい、はい、